いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今回はねこちらのいつものね裏の、はい、通路こちらを、はい、本田さんのね除雪機でやっていこうと思います。はい、今回ね裏の畑の通路をねちょっと除雪したついでに今戻そうと思ったんだけども、はい、まあ、こちらねちょっと使ってやってみたらどういう風になるかというところもね、はい、また例によって、はい、スタートします。いきます。まずねここは無理しないでいきましょう。はい、無理しないでここはね雪飛ばさないでちょっと踏みながらいきましょうかね。はい、はい、ちょっとね上がっていかないですね。はい、ちょっと上がっていかない、上がっていかないっていうことはやっぱりねオーバー回さないとダメかな。角度だとひょっとしたらちょっと上がっていかない可能性がねあります。こちらの機械だとね、ちょっとそこはもうちょうどね山になって硬くね、ここら辺ちょっと硬くなっててね、ちょっとどうでしょうかね、ここの山を乗り越えること自体がこのね機械ではちょっと無理かなっていうのが今ねちょっと分かりましたということで、もう一回やってみましょう。低速で上がっていく、ね、これねこんな感じでやっぱりねちょっと場所を変えましょうね。これちょっとワンちゃんのおしっこね、ここからちょっと一回またね行きましょうかね。はい、これねおしっこの雪がね自分にかからないようにだけちょっとね十分気をつけます。こんな感じになってるとそうですね角度まあわかるかな、これぐらいの角度、そうですねこのぐらいの角度で、まあ下がねこう雪ザクザクしてるこの状態だとね、はい、上がっていかないとねいうのがわかりましたとね。なのでまあここやるとしたらちょっとタイヤショベルで少し削ってあげるかね、あとはもう大きなね藤井のスノーロータリー、藤井さんのスノーロータリーでちょっとね、やらないとダメなのかなと思います。はい、ということでね裏ぐるっとね除雪したかったんですが、ここのね山にねがあるせいで中に入っていけなくて、ちょっとね今回こちらのね動画終了という風になります。はい、ということで以上ご視聴いただきましてありがとうございました。